今回は預貯金などの論点について学習していきたいと思います。銀行の預金には様々な種類があって、それぞれ預け入れ期間や金利の計算方法、利払いの方法などが異なります。で、また、ゆうちょ銀行は民営化されましたが、現在、貯金に一人当たり元本1300万円までの預け入れ限度額があります。それでは、今から様々な貯蓄性の商品についてお話ししていきたいと思います。まずは、普通預金と通常貯金についてです。通常貯金は、ゆうちょ銀行の商品で、銀行にお金を預けると預金、ゆうちょ銀行にお金を預けると貯金と表現されると思ってください。これらは同じ役割の商品で、銀行預金の中で一番よく使うものですから馴染みがあると思います。1円以上、1円単位で預けることができて、いつでも引き出すことができます。次は、貯蓄預金と通常貯蓄貯金についてです。これらは普通預金や通常貯金と同じように、1円以上1円単位で預け入れることができて、いつでも自由に引き出すことができるんですが、貯蓄のための預金ですから、決済用口座として利用することはできません。これはどういうことかと言いますと、給料や年金などの自動受け取りをしたり、携帯電話や光熱費などの引き落とし口座として利用したりすることができないということです。次は、スーパー定期と定期貯金についてです。これらは満期があるのが特徴で、普通預金や通常貯金に比べて利率が高い一方、満期より前にお金を引き出そうとすると、利率が低くなる商品です。細かい特徴が微妙に異なりますが、預けている感覚はさほど変わりません。次は、当座預金についてです。当座預金は一般的に事業用の預金口座として利用されているものです。試験対策上は、当座預金は決済用口座であると思っておいてください。次は、大口定期預金についてです。これは、1000万円以上を預ける定期預金です。金利が金融機関との相対取引によって決定するという点が特徴的な商品で、金融機関にとってみれば、1000万円預けてくれるお客様と、10億円預けてくれるお客様とで待遇が違うのは当然かもしれません。次は、期日指定定期預金についてです。これは、満期日を指定することができる定期預金です。通常の定期性預金は、初めから満期が決まっていますが、期日指定定期預金は、1年以上預ければ、いつでも自由に満期日を決めることができます。ただし、満期日の指定は、希望する日の1ヶ月以上前に行わなくてはいけません。最後は、定額貯金についてです。これは、ゆうちょ銀行の商品で、名前が定期貯金と似ていますので、混同しないようにしてください。この商品は、定期貯金と通常貯金がセットになったような商品です。他の銀行の商品で言えば、期日指定定期預金に似ていて、期日指定定期預金と同じように、最初の一定期間は引き出すことができなくて、それ以降は自由に満期を決定できるものです。具体的には、預け入れから6ヶ月間は途中で引き出すことができないんですけれども、それ以降はいつでも引き出すことができます。そしてもう一つ、適用される金利が払い出し時に初めて決定されるという点が特徴的です。お金を引き出した時に、その預金は何年間預け入れたんですかと尋ねられるイメージで、引き出した時の預け入れ期間が
長ければ長いほど高い金利が適用されます。ただし、昨今の低金利の状況においては、すべての適用金利が 0.01% となっていますので、現状は段階的に高い金利が適用されるということはありません。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。